でまあ、人の死なんでね本当に、えー、残念だなというまたまだ若いのでね悔いも、えー、残されてるんじゃないかなとやっぱり若くしてねあの亡くなった方はねあの、まあ、どういう形であれやっぱり多少やっぱ悔いがねまだ子供さんも成人してませんし。 多少悔いが、えー、残るのでまあ、えー、私のところに来ていただければ、えー、なんとか成仏していただければねいいんじゃない、えー、ありがたいなと思いますしそのように、あのーまあ、私も生きようと思ってますんで、まあ、私の原点は、えーまあ、やっぱり阪神・淡路大震災 でやっぱ多くの方、ね、を亡くしたということがやっぱ原点になって、えー、その方々の分までねその方々が成し遂げれなかった、えー、ことを、まあ、代わりにね、えー、なんとか、あのー、やってみせようというこの26年間でした。今、あのーまあ、今からもも当然今日も、ねあのー、こうやって命が ありますしね命尽きるまでその方の分まで、えー、なんとか褒められるようにい、えー、きたいなと思って、えー、毎日を過ごしてますけど、えー、やっぱりね皆さんの周りでも、えー、だんだんねやっぱ年いくごとに、えー、亡くなる亡く命をねなくす経験っていうのは多くねなってきますけどあの本当に。 後追いすることだけは、ね、あのー、やっぱりそれをしてしまうと誰がやっぱり供養するのかということになりますしね本当に型、えー、を落とす気持ちは本当に私も、えー、多く味わってますのでなんとかねその皆さんと共に亡くなられた方々のねあの分まで、えー 頑張っていけたらなとでどういうふうにね頑張ったらいいんだとどういう動きが供養になるのかということは当然それぞれやっぱり模索してそれなりにね、えー、頑張ってやってもらうことであの当然亡くなった方は分かりますからねあの納得して安心して、えー、成仏していっていただけるんですけど。 まあ一つ言えるのは、まあ、自分のための人生ではなくねやっぱりそうやって亡く,な亡くなった方々のための人生でもありねまた自分を、えー、産んでくれたまた育ててくれた親のためのやっぱ人生でもあるし、あのー、やっぱそういうことをね、あのー、やっぱ感じて。 それでその方々のためにやっぱり生きるということがあのやっぱ大事ですねでまあ自分勝手にというかねその自分だけのためにやっぱりあの生きてるとやっぱりうんまあ亡くなった方っていうのは心配するしやっぱり自分が亡くなった方っていうのは この藩主の,の仕組みが分かってるのでそんなことをしててねその方が後悔しないかなという部分でやっぱり心配して、えー、見ることになりますからやっぱり生まれてきた理由をねその模索しながらその個人の方のためにどう生きたらいいのかっていうこともね、あのー、だんだんとやっぱり使命というかね なぜ生まれてきたのかっていうことはやっぱり亡くなられた方々はもう懸命にね自分たちに教えようとしてるのが事実なのでまあそれをなんとか汲み取って思い出しせばねその個人を供養する生き方っていうのはおのずと分かってくると思います。ね決して、ね、やっっぱり自,暴自棄にならなならいいということとううこまあ、なっちゃう こともあるけど、えー、まあなんとか笑顔で苦しくてもねその笑顔でいる頑張ることがやっぱり個人を安心させると言いますかねでまあ誰からも自分の気持ちなんて分かってもらえないと思うのでねあの他人に自分の気持ちその悲しい気持ち辛い気持ちそういうものを分かってもらおうっていうのはちょっとあの。 まあ長く生きてるとねだまあそういう無理なんだなっていうのも分かってくると思うのでまあ他人に自分の気持ちを分かってもらうっていうことはあんまり必要ないんじゃないかなとあの、まあ、この年になってね、えー、感じますねそれよりもやっぱり自分が自分の気持ちをねしっかりと受け止めて悲しい時は自分で自分をやっぱり励ますで、まあ、励まし方が分かんないっていう場合は、まあ、言葉だけね そう思っててなくても自分はできるんだとかね、えー、こんなもんじゃないんだとかね、えー、めげないんだとかね亡、えー、くなられた方々のために生きるんだとかね、えー、もっとできるんだとか、えーまあ、そういうふうにね、えー、言葉だけでもいいのでやっぱり自分で自分を励,励ますということで、あのー、乗り越えてい,い言ってもらえればとかね乗り越えていけるので。 まあ、死ぬまで自分の気持ちなんていうのは他人には、えー、理解できないので、あのーまあ、自分だけがね自分を見つめて自分を励まして自分のいいところを見つけて、えー、そこを引き伸ばしてねで人のお役に立つためにねまた日々いただいてる動植物の命に感謝しながらね、えー またこの酸素っていうのがねやっぱ一番人にとっては大事なものなのでねその酸素を吸え,えることでその次に水と食料ですよねこれがいただけることにね感謝してねそれでまあ今日一日えまあどんなえ職業でもねその中で隣の人にその励ますこともできるだろうしねあの一個一個 大きなことはあの考えてもでき,ないできませんのでその目の前の、えー、まあそれが小さいことかも分かんないけど目の前のことをね、えー、やっていくでまあそれはもう家から出れない人はねあのもうそれも掃除でもいいしね、えー、なんか、えー、サボテンでも買ってね、えー、育てることでもいいしね、えー、植物のために何か やるとこから始めてもいいし、ね、あの何か自分以外のためになることってないかなって考えていただいて、えー、それを一つ一つね、えー、まあこなしていかれたらと思いますしまあ私自身もそうしてますしね、えー、まあザ・ビドの女性たちもそうしてますので本当にこの道に迷われたりまた この使命って何かなってこう考えてたり、またその自分の命をね躍動させたいという方がいたらねザビドーの女性の背中を見ていただければいいんじゃないかなと思います。この方々は本当にもう十数年、えー、ザビドー家としてね活動している方もいますしね、あの本当に、えー、去年から、えー、ザビド としてね、活動してる人もいるし今年からねその道を歩んでる人もいるし、えー、また昨日ねそういうビ道を私も、えー、歩みたいんだと、えー、エントリーされてる方もいますしね、えー、もしね、えー、そういう今自分の、ね、やりたいことがあればそれを思いっきりやっていただきながらね、えー、のもし本当に路頭に迷ったりどうしたらいいのかなと。 思ったらね是非その、まあ、ブログからでもいいしねそのザビドーの方々のブログを探してもらって、えー、見ていただければいいんじゃないかなと思います。